こんにちは、沼田康弘のストーリー講座です。さあ皆さん、今日はシーンを考えようです。第4回目の今日は、今までショートプロット、ミディアムプロットを考えてきましたが、ロングプロットに膨らませていきます。ロングプロットは第1幕350文字、第2幕900文字、第3幕350文字で書いてみます。そこまで膨らませていくんです。ミディアムプロットを書いた段階で世界観ができましたが、どんな風に膨らませていけばいいんだろうという風に悩まれる方も多いんじゃないかと思います。さて、そこで重要なのが調査です。あるいはロケハン、シナハン、そういうことです。シナリオハンティングね。シナリオの場合はシナリオハンティング、実際にその場所を見に行く、あるいは見に行くことができないものはインターネットなどでどんどん調べていきましょう。これが重要です。どん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 調べていく。一つのキーワードから次から次へとどんどん調べていくんです。江戸時代だったら江戸時代のことをどん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 調べて、いろんなビジュアルを探していきます。江戸時代由来の史跡など、そういったところもどんどん回っていくといいんじゃないかなと思います。さあ、どんどん調べていくことを連鎖調査法と言いました。鎖でつながる調査法です。そういうふうにして調べていくといいと言いました。その時にいろいろなビジュアルが頭の中に浮かんでくると思います。これが重要です。たくさんのビジュアルを考え出す、それがこの段階だと考えてください。ロングプロット、ここでね、その350文字、900文字、350文字という文字数にまとめていこうとすると、筋立てを考えていこうとするとなかなか難しくなってきます。ここはメモ書きのように考えていくといいかもしれません。ここは金子先生の方式とはちょっと変わってきますが、僕はエクセルなどでここの段階にいろいろな調査、こんなシーン、こんなシーン、こんなシーンがあるというのをたくさんまとめていく、そういった方法を使っています。どちらかというとこの段階は設定を考える段階かもしれません。そうです、設定を考える、それがこの段階なのです。対立、葛藤、変化、それぞれでどんなシーンがあるのか、それを考えていくためのものなんです。それを筋立てにまとめていく、それは次の段階のフェーズプロットという段階で作っていくようにしましょう。そうしないとどうしていいのかわからない、ただ長くダラダラ書けばいい、そういうふうになってしまうとその後直せなくなってくるんです。ああどうしたらいいんだろうって悩むようになります。そうじゃない、この段階はとにかく対立のシーンはこんなのとこんなのとこんなのがある、問題点を出さなきゃいけない、主人公の問題点、他の人はこんな風になっている、一番効果的なビジュアルを考えていくんです。それを連ねていく、葛藤もシーン、いろんなシーンを考えて、そしてクライマックスシーンなんかも考えたらいいかもしれません。文字でそれをシナリオ用に表す、それがロングプロット。そしてこの段階、ビジュアリスト、ね、映像をそのまますぐ作っていく人などは、この段階でどんどんイメージボードを作っていくことになると思います。イメージボードです。漫画を描く人は、コマのイメージをたくさん作っていくことになるかもしれません。さあ、そして、あるいは、この段階で何を作っていくのか、そのシーンをとにかく作っていく。これが重要です。この講座を始めて質問がありました。筋立てなんかいらないんじゃない?いや、ホラーなんか話なんかなくたって怖がって面白ければいいんじゃない?そうです。まさしくその通りです。怖がるという目的のためであれば、ホラー、筋立てなんかいりません。怖いビジュアルを次から次へと並べていけばいいんです。筋立てなんか作る必要ないんです。私たちは何を作ろうとしているんでしょう?ドラマを作ろうとしているんです。
ドラマを作る場合には筋立ては必ず必要です。表現だけで作ればそれなりに感情を揺り動かすことはできます。一枚の絵を見ただけでもそこに感動はありますよね。驚きはあります。あるいは発見もあったりします。そう、それだけではないんです。そこに変化のドラマを作っていく、それが筋立てなんです。ただ感情を揺り動かすだけだったらただの絵でもできます。何でも珍しいものを撮影してドキュメンタリーのように流せばそれでも作品にはなります。それでも十分面白いです。だけれども私たちはドラマを作ろうとしています。だから筋立てが必要なんです。そう、対立、葛藤、変化のいろいろなシーンをどんどん作っていって、それをフェーズプロットという次の段階で組み立てていくようにしましょう。さて、この段階でいろいろな資料を作っていくことになります。いろいろなものを調査していく、それをまとめていくんです。まとめながらその中でミディアムプロットの中で出てきたものを語るためのいろいろなものを考えていきます。一番重要なのはキャラクターの設定、キャラクターの相関関係、そして背景設定です。これまとめておきましょう。それではご覧いただきましょう。これはですね、キャラクターの相関関係だったりします。こういう組織、こういう組織、こういう組織、それぞれにこういう人たちがいて、それぞれがこういう相関関係にある、キャラクター同士がどういう関係にあるのか、そういったことを表現していきます。さあ、キャラクター表、こういうのも作っておくといいでしょう。それぞれのキャラクター、一番その世界観の中で活躍するのにどんなキャラクターがいいんだろうということを考えていきます。まだこの段階はキャラクターデザインなどは考えていません。ですからイメージビジュアルね、ここ、ちょっと申し訳ないんですけど、ハルベリーさんのビジュアルとかララクロフトさんのビジュアルとか合わせています。まあ、これはサンプルです。これをそのまま使うわけではありませんね。名前を入れて、例えばイメージセリフ、イメージセリフ、性別、年齢、国籍、一人称、自分が何と呼ぶかなんていうのもあったらいいかもしれません。イメージカラーね、他に所持アイテム、好きなもの、嫌いなものね、その他に役割ね、役割については次回キャラクターを考えるのところでお話をしたいと思っていますね。さらに、性格や特徴、補足事項などもたくさん書き込んでおいて、後でキャラクターデザインをしやすいような形にしておくといいかもしれません。さあ、さらに背景設定なども考えておきましょう。こんな世界、こんな背景、こんなところでドラマを作ったらいいんじゃないか。崖っぷちね、よく犯罪者などは崖っぷちで真相が明らかになります。そういったものね、どんな場所でどんな構造物を使ってね、どんな風に背景設定を詳しく書いていきます。で、それの参考になるビジュアルをたくさん入れていくようにするんですね。こんな風に考えて、こういうのをまとめておきましょう。いいですか。まだデザインをする段階ではありません。ただ重要なのは、皆さんがどのようなシーンを頭の中に描いていくか、そういう段階です。それを文章で表す、それがプロットです。ビジュアルで表す場合、それはイメージボードになります。どん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 イメージボードを描いていくといいでしょう。漫画家さんもコマのイメージをたくさん描いていくといいかもしれません。ここでたくさん描いた方が後でどんどん新しいストーリーに構成しやすくなっていきます。ちょっとここで重要なことをお話ししましょう。筋立てと表現は違うというお話をしました。表現、それは一つの筋立てに対して、ビジュアル、映像作品であったら一つ一つの映像、
感情に訴えかける映像、それを重ねていって筋立てを作るんです。次に漫画だったら一つ一つのコマをつなげていって筋立てを作るんです。感情の行き着くところ、一つ一つのビジュアルから感情は生まれてきます。そしてさらにそれをつなげた時に筋立てで感じる、視聴者に感じさせるものが出てくるわけです。あるいはもしかするとこれは音楽などの場合はフレーズのつながりになってくるのかもしれません。一つ一つのフレーズの感情、これをつなげていく。さあちょっと一つ考えてみたいのはゲームです。ゲームはその筋立てに合わせて、この筋立てというのはキャラクターではありません。実はプレイヤー、ゲームをプレイするその人の体験なんです。プレイヤーの体験、プレイヤーがどのように体験するのかを表現する、それは何でしょう。それはシステムなんです。恋愛ゲームを考えてみてください。恋愛ゲームというのは疑似的なユーザーの体験です。恋をする、異性に恋をする、そう、つまり始まった段階、第一幕ではまだあなたは誰とも付き合っていない、そういう問題を抱えています。それがゲーム中いろいろな試練を経て葛藤していきます。どういうふうにしたらゲームが進められるんだろう。そう、ここがシステムなんです。システムで表現するんです。仕掛けです。あるいはちょっと難しい表現をすると、恋愛ゲームだったら恋愛パラメータ、そう、パラメータ、数値、いろいろなものを象徴する数値をどのように増減させていくのか、それをどのような数値になったらどのような仕掛けが発動するのか、それによってプレイヤーが、あ、助けがあった、あ、破滅だ、こういう体験を経て最終的にプレイヤー自身が、ああ恋ができてよかったという変化に落とし込まれる。これがゲームでの表現です。いいですか、間違えないでください。ゲームはプレイをしている間に入っているドラマを作るのがゲームのシナリオではありません。難しい言葉です。一つ一つのステージを設計する、そこに仕掛けを、システムを組み込んでいく、レベルデザインという仕事があります。このレベルデザインがゲームのシナリオです。これについてはいつかゲームのお話でゆっくりお話をする機会を設けたいと思います。さあ話を戻します。ロングプロット書いてみましょう。ここで大きな筋立て、対立、葛藤、変化、第1幕ではこんなビジュアルがある、第2幕ではこんなビジュアル、第3幕ではこんなビジュアル、シーンをとにかくたくさん書くようにしましょう。まずは箇条書きでもいいです。それがどのように流れていくのか、それを次の段階のフェーズプロットで作っていきます。実際に本当は Excel を使ってこの段階を皆さんに指導したいのですが、それはいつか機会があったら直接指導するようにしたいと思います。結構ね、いろいろなテクニックがあったりしますので、それを、重要なものを考えていきたいと思います。さあここで一つだけ調査法のところで重要なことがあります。これ間違えないでください。これ重要なことを一つだけ最後に言っておきます。どういうことでしょう。それは間違った情報や他の人に著作権のある情報を使わないということです。インターネットなどですと、創作物が平気で置いてあることがあります。それを見極めてください。間違えないようにしてください。他の人の著作物を二次使用してはいけません。必ずオリジナルのソースがあれば、オリジナルのソース、その持ち主、著作権者に許可を取る。あるいはそこから全くそれを自分の中でイメージし直して、全く違うイメージのものを作り直す、そういう段階を必ず経るようにしてください。誰かの創作物を見つけてそれをそのまま使うなどということだけは避けたいと思います。
今日はここまでです。次回はキャラクターについてお話ししたいと思います。そして次の次の回、第5回目でフェーズプロットの作り方へ進みたいと思います。そうです、キャラクターを作って、その後で今回作ったロングプロットを筋立てに作っていくんです。一つのお話を作っていくようにしましょう。さあ、それでは今日はここまでです。ありがとうございました。